神戸市の放課後等デイサービス施設で、知的障害のある女子中学生の足を蹴るなどしたとして、暴行の罪に問われた元児童指導員の男に対し、神戸別債は今日罰金20万円の有罪判決を言い渡しました。神戸市北区の放課後等デイサービス施設ホアロハの元児童指導員の男は、去年5月、 知的障害のある女子中学生の足を蹴るなどしたとして暴行の罪に問われていましたこれまでの裁判で弁護側は暴行の事実はないと無罪を主張していました今日の判決で公別裁の森里則行裁判官は日常的に足を蹴るなどの暴行があったと認められるとした上で悪質で反省の態度も見られないなどとして 被告に対し、休憩通り罰金20万円を言い渡しました。事件をめぐっては同じ女子生徒を平手打ちしたとして、元施設長の男も暴行の罪で有罪判決を受けています。